はい、岩尾先生です。数カ国のまとめをしまして、保証金なんかは増えるんで、予算したところなんですけども、218万ということで、218万6886、で、一部決算してこのようにしました。で、決算してこの分ですね、この部分が600円ぐらいの利益で決算しちゃって、そうですね、1ヶ月間の成績ですね。で、1ヶ月間の成績は、2万円と、ね、なってるんですけど、それでこちらの方は上昇しちゃったんですね。それで上でちょっと打ちました。難品ですね。どうなのかわかんないんだけど、で今はマイナス5000ですね。どうなるかですね。このシグナルから点々って上がりすぎてるからということですね。だけどここでこのシグナルで起こってないですね。だからいいんだね。有効じゃないね。これよりか下行ってないから。だからいいはずなんだけど、これ以上上だからね、落ちるだろうということなんだけど、これまで落ちてくれたらもうすごいいいんですけど、一応ここでやっちゃう。利益なしで。今は、2万ドル投資ですね。の小額投資。もうちょっと待ってたら打った方が良かったかなという感じもするんですけどね。あとこれでね、じりちますね。もし上がったとしてもね、これまあ上がったとしてもここまで落ちるだろうと予想してるのね。で、資金はまだこれだけ残るから、ここで1万、2万、3万、こんぐらいでしょうね。最大ピークまでは。だから、これが限界な。ぐらいでしょう、おそらく。で、これは投資したいような感じがするんだけど、上の方来たら投資したいですね、これね。これまで来たらね、投資したいですね、これ。下に来たら、そうですね、これ。しかし、ここでね、こんなのがあって上がっちゃってるからね。
騙されないよね。ここが上がっちゃってきてね。こういった時に上がっちゃってるんだよね。だからここで通して1メモリ設けるというやつかな。それで十分ですね。けど怒っちゃってるからこれ1メモリだと思うけどね、これはどうしようもないな。こう上がってもこう待つしかないんだな。これなこれも1メモリだけだね。ここでやめとくんだね。じゃあ下つくかも あってね。ここで戻ってきたらここら辺でやめてやめて。Yeah.